まあ、サッカーかける教育っていう形で、まあそのまあ、自分自身がやってるサッカースクールっていうところを、ただまあサッカーをやる場所ではなくて、まあ、どうやってその教育とサッカーっていうのをこう混ぜられるか、こうミックスさせられさせて新しいものができるかっていうのを、その形っていう、まあ、中身っていうのを、まあ、今日話していけたらなと思ってます。今回ターゲットとしてはサッカースクールっていうところに来てくれる人だと思うんですけど、中学生っていうことで、前提として置いたのは中学1年生、まあ、最初でなんかそのサッカークラブ、まあ、所属するっていうことじゃなくて、所属チームがあって週に1回練習に来るみたいな、そういう人なのかなっていうイメージなんですけど、はい、あってますか。今回なんか片山さんがなんかこのプロジェクトというか、まあ、もしかしたら我々に対して期待していることと か, なんかそういったことがあればお伺いしたいなと思っていて、やっぱりずっと僕自身もずっとサッカーやってきて、まあ、サッカーに関係する大人に触れる機会が絶対的に多かったので、まあ、逆に言えばそれ以外のことをやってる大人の人、大人に会う機会というのがあまりなかったので、まあ、サッカースクールっていうところに来て、まあ、全くサッカーと違うことっていうのに触れるっていうのと、あとはその例えば教育の、まあ、現場で働いてる方の話を聞くとかっていうのは、まあ、この間もお話ししましたけど、その保護者もそうですし、まあ、選手たちもそういう機会があったらいいなっていうのを、まあ、まずあります。アデト está muy bien, pero cuando está con los niños en Brasil, los niños de Brasil no tienen miedo de nada, hacen lo que quieren. で、まあ、この年齢の時の話をしてるんで、一つ例として9歳の子がこの間ちょうどブラジルに彼のところに送ったんですけど、まあ、その子は日本で言うと関西では本当にレベルが、まあ、上の方で、まあ、9歳でまだちっちゃいんですけど、で彼を見て、技術的にはすごく高いと。ただそのブラジル人との違いっていうのは、そのやること実行するときに迷いがないんですよ。ブラジル人ってやっぱり決められてないから、怒られるっていうことがないから、自分が思ったこと、想像したことを実行するっていう、クリエイティビティを形にするっていうことに対して躊躇ないと。だからそこの中で何回も何回も要は自分の想像を形にしてどうだったかっていうのをずっとやってるので、そこのクリエイティビティの精度っていうのがすごく高くなってきてるんですけど、形にするのに迷いがあったりとかすると、ブラジル人の子たちに迷いがないので、やっぱりそこの中で目指すっていうことができなかったと。まあ、それがもうまさに、今クリエイティビティがに対しての、まあ、教育とか大人のアプローチっていうところがまさにもう出たところなのかなと思います。でまさにこの年齢っていう、年齢でのアプローチが全てかな。確かに。でも、テモキー君のお国であから、ケンのお声が見えもころです。organizamos um grupo com quatro em uma cancha。人数に対して、何人のチームにするかっていうのは結構大事で、今日って7歳とか8歳なんだよ。だと、要は多いと、ボールに触れない子がいるから、スカウト自体ができない。要は見れないから、人数を減らすみたいなっていうのは結構考えてて、だから何歳の子が何人来てとかっていう話をしてて、チーム分け自体5人にして少なければボール触れる回数多いからもっと選手見れるよとかっていうので今決めるっていう感じ。そのサッカーっていうものをそのプレイヤーではなくて、その違う教育っていう視点から見たっていうのがすごく興味深くて面白かったです。片山さんやサンダローさんやオリジナルポイントの方々がサッカーや教育などそれぞれの強みを持って話していらっしゃるのを見て、すごく熱いなと思いました。